新世界の横動物園前一番街を歩いて、ちょっとホルモンのところ行こうかなと思います。動物園駅、動画出ていいんですか？いや、本物ですか？いや、ありがとうございます。ねえ、あ、すいません。これ飲んでました。あ、そうです、それ飲みましょう。それ飲みましょう。それ。はい。そうですよ。大阪です。もう近所ですけどね。はい。まあ今日もこのまま飲んでね、あの新世界で寝るんですね。今もうはしご酒して3軒目ですよ、ここで。はい、そう、本業はしっかりありますんで。はい、普通の少年のおっさんごはんがたまたま取ったやつが変わったわけです。一応そういうふうに。そうですね。はい。仕事は開いてとかで、ミミコは。はい。ああ。ここでもこれうまいですよね。はい。はい。この生千枚。ではいただきましょうか。ちょっとプロンとちょっと食べてよ。ちょっとプロロンと。あ、でも自分で。ああね、いやなかなかちょっと。自分の仕事は自分で。なかなかね。そうです。寂しいからとりあえずついてこいみたいな。喜んでね。すげえ。だったら普通ですよ。散々言う。そうだ。うん。うまい。生千枚、あのポン酢が確かにめっちゃうまい。ポン酢、ロース、サンキュー、サンキュー。生千枚、うん、うまっ。ずっとやってたやつ。ごちそうさまでした。あ、おいさんお願いします。はい、うん、ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。またその辺でまた今日会うかもしれませんよ。すいません、ごちそうさまです。いや結構入っていきなり視聴者さんとお会いして、でその視聴者さんは、この店はユーチューバーが来てるぞっていう話をしてたみたいですよね、みんなで。でその話の後にその言うてたもケニチが来たんでね、もう驚きだったみたいですよ。もうだって入ってきてみんな注目のまたうわーって来てね。いや、よかったですね。あの先ほど丸福は、まあ、西成なんですけども、まあ、通天閣からちょっとあのちょっとディープなところに、いやディープって言ってもねすごくいいところでね、よろしくね、丸福で豚足の煮込み、あれ本当にうまいんでね、食べてください。